丈夫そう。うん。大丈夫そうです。はい。では、ゲームを始めていってください。よろしくお願いします。はーい。よろしくお願いします。では、その、に、天の声で入ってもらいながら、ホラーゲームをやってみようかと思います。よろしくお願いします、アドマス。煽り、うん。煽り勢です。よろしくお願いします。あ、そうだ。ちょっと待ってください。あ、そう。はーい。録画開始忘れてました。はい。大事ですね。よかったらオリジナルデータを後でください。ああ。あ、関係ないんだ。こっちのやつだった。ははい。問題ーい。ないです。ねえ、わかりました。行きましょう。これか。これをね、変えなきゃいけないですゲームをね。始めるですね。はい。始めます。簡単でやらせていただきます。どこが大きいあ、の？こんにちは。東氏ゲーはどムことでやっ書いててるんですか？ああ、ツよイくキャス見でやった。てますね。ああ、ツイキャス。目が覚めたし、ゲームの続きでもやるとするか。確か直前でセーブしてたから、あと告白されるのを待つだけだな。まずはパソコンにブレインリンクをセットしないとな。これね。雨なんでか、ブレインリンク以外のものを拾ってしまったら。ん？ソードアートオンラインみたいなものですよね。多分ね。ゲームディスク。いや、FPS でやってると、E ボタンで拾ったりって多いんですよ。だかこら、れは、クリックでこ拾れは、うっていうのがいい変なか。感はい。じ。よし、やっ E ていボきタンってま使うじゃないんですね。す。使うとかもありますけど、使うってあんまりないはい。から、銃の発射はクリックが多いし、って感じですかね。左はクい。リック。ニューゲーム。ああ、そっか。ニューゲームは後ではい。ということで。そうですね。ゲーム内ゲームだからね。練習日。あ、ちょっと、OBS の画面が気になるので、少々お待ちください。はい。ヒロ大丈イ夫ンですの、か？ははい。エミリちゃんのハートを射止めることはできただろうか。机の上に何かある。ということで、手紙を見ます。机の上に手紙があるぞ。屋上のベルの下で待ってます。誰からだろう。とりあえず屋上に行ってみるか。ということで、周りにちゃんおお。と人がいるのよね。今日で卒業だな。今日で卒業だー。見ようかなじゃあ評価見てみましょう。ー。うん。あ、エミ嫌リわちゃれん、てエミリる。ちゃん。あー、この子ゲーム下手ですねー。嫌われてますねー。さゆりちゃん大なん嫌かい。普通だ。あ、でも一人普通。あらー、マキナちゃんは好かれてますね。なんでエミリちゃん攻略しようとしたんだ？じゃ、終わったな。はい。猫ちょく耳ちょヘッくね。ドホンだ。あれ、今音量どうですか？まだあ聞き取れてない。あ、どうかな？僕のね、声のね、音声がちょっとちっちゃいと言われているので。ああ、うちの配信でですか？そっちの配信でですね。ああ。ん？東氏の配信で？そう。したら、あげるしか。あ、大丈夫ですよ。そのまま進めていただいて。はーい。
私はちょっと大きいなと感じるので、下げさせていただきます。よし。というわけで、普通だった子だ。しゃがめない。普通の人。何？何？普通なのに冷普たい通のな。反応。これで普通ですね。かわいそう。相当嫌われてるじゃん。階段の登り方独特だもん。いや、そうだよね。やっぱ好かれてる子しかいないよね。かわいい。いや、もうこれでゲームクリアですよ。おめでとうございます。ゲーム内ゲームクリアできそう。確かに。ゲーム内ゲームクリアです。いいね。学生だね。なことないでしょう。知らない。イケメンですね、主人公。イケメンっていうか、チャラそうだけど。チャラそう。ね、チャラそうじゃないですか？確かに。でも逆に言えば、こんな見た目で嫌われてるんですよ。相当性格に難があるか、チャラいのを許さないゲーム世界線かだな。永遠とか言ってる時点で怪しいんだよってい 確う。かに。いらっしゃい。無事乙女ゲークリアですね。乙女ゲーじゃない。お疲れ様です。乙女ゲーはじゃあスキップしていいんじゃないと思うのであれば。本当？乙女ゲーはじゃあスキップしてもいいんじゃないというのであれば。エンディング？あ、でもほら、サンキューフォーペイングって書いてあります。それでゲームクリアだね。おめでとう。エミリちゃん攻略したかったけど、パラメーターが足りなかったか。サブキャラの牧野をパ攻ラ略メーでターきがたけ足りど。なかった程度じゃなかったけどね、君。ね、マイナス大だっ嫌いだったたよ。よ。じゃあ何ゲームかな。それやっエてたラーよ。だ。おかしいな、なんでエラーが出るんだ。戻ってるのか。怖っ。嘘つき、君は、私を消そうとするんだね。教えたよね。この学校の伝説を、屋上のベルの下で結ばれた二人は、永遠に離れることはないっていう伝説。
ゲームが好きな方いらっしゃい。二人は永遠に一緒なんだから。君が裏切るなら、私があなたを消してあげる！かわいいな。病んでるよ。ロードゲームしか許されない。あと？この見た目でヒロインからは、メインヒロインからは大嫌いされています。悲しいね。イケメンでも人権はないね。はい、みたい。さて、簡単だとね、ここに、修復名人が1個あるので、はい、ね、もう1個後ろのところに1個あるので、ぜひ取っていってください。はーい。チャラ男じゃないの？ね、チャラ男っぽいですね。わかんないなぁ。これか。かもしれない。そうですね。よし。あっ！びっくりした。びっくりした。データが破壊されているようだ。うん。いいごい。バラバスクールデイズ遊んでくれてありがとう。じゃあこのゲームの遊び方を説明するね。まずはマップを探索して以下のアイテムを探してきてね。ロック解除ツール、CD-ROM、グラフィックボード、ピンクの液体、青液体、アイテムが見つかったら美術室へ行こう。万力があるから、CD ロムとグラフィックボードを破壊。忘れないようにミッションデータを更新。アイテムはデバッグ用アイテムだから捨ててしまって大丈夫。それでゲームクリア目指して頑張ろう。デバッグ用ってどういうことだ？デバッグ用っていうのは、要するに、はい、まあ、今のアイテム、持ってるアイテムとかなんですけど、はい、まあ、要するに、あれですね。本来必要のないアイテムっていうことです。ああ。そう言われてもね。音楽室や。暗いな。懐中電灯とか欲しい。こんなにピアノあるもんなんだ。音楽室って、そもそも。いや、だってピアノ売ってちょうだいっていう CM もあるぐらいですからね。ピアノ。あれ？なんか、聞こえるような。なんか、聞こえますね。もしかしてピアノ売ってくださいなんじゃないですか？え、お金があればアイス。財布使えるんじゃないですか？もしかして。アイス買っちゃおう。カメラだ。アイスじゃないんかい。あれ？アイスじゃない。アイスじゃなかった。カメラが買えました。あれ、アズマ氏はアイスが出てきたの？アイス、一回も買ったことはないです。ああ。なんだ、あ、楽譜。買ったときは食パンが出てきました。カメラが出てきたことはないです。カメラ初めて言いました。音楽室に行きますか？したら。足音がする。やばい。ああ、怖い。びっくりした。怖い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 。真後ろ。真後ろヤンキー。パンの鍵をゲットしました。まだちょっと近いな。やばーい、やばーい。
やばいかも。SE が聞こえないかも。大きくしよう。あ、デフォルト大きい大きい。マウスが速くなっちゃった。あ、そっか。デフォルトをしよったからか。なんで今負けたんだろう。いる。いる。いる。一応ちゃんとしゃがんだりすることで見つかりにくくもなるので。はい。あ、してきますね。マキナ近くにワープしてきますよ。あ、ピンクの液体ゲット。CD ラムと青いやつ。マキナちゃんが暴走してしまった。恋のライバルをすべて消し去りたいみたい。学校のマップの改造されて男女のようになってしまってる。私は壊せるのに嫌。ここから逃げ延びてやる。おう。なお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 ？破壊されてるんだよな。確かに。ここは何だろう。ない。いい感じに矢印くんを落としておいてあげると目印になるので、ね、あ、なんだあれ。おー、落下バグ防止機能、光判定の再セット。そうですね。あんまり逃げても一安心とならないですね。チェック。何にも。ないかな。なんもないなぁ。一応今のところ、さっき左側のところにロッカーは、はい、かっていうかなんか開けられるところはありまして、目の前ですね。はい。ない、なかったわ。あ、怖い。名前が怖い。これは？財布。うん。わ？あ、開くんだ。うん。何にもない。これは？あ！お！コラボだ。あと、青い液体だけ。あと2つですね。完了。え？あと、ロックパイズ CD ロンもですね。あ！なに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 ？何今の？あれ、マキナちゃんワープしてきましたね。あれ、ダッシュしてると気づかれましたね。あ、そうなの。鳥肌が立ちました。あ、なんかある。あ、嘘！あ！やった。あと青い液体だけですね。ね、青い液体だけだ。
でもあれか、美術室だっけ、行かなきゃいけないんですよ。ちょ、美術室行かなきゃいけないですね。どこだ？あー、びっくりした、さっきの。まだ持ってない。あ、何もない。え、こっちは左開きか。なんか小さい教室ですね。え、どうしたらいいの？怖い。あ、ちょっと通れないじゃん。あれ邪悪だから。あれ本当に邪悪だから。あ、あれは、あれどうしようもない。怖い、怖いよ。来てる。しない。頼り無事だったのか？ええ、私の場所にはないから。あら。私のいる場所。あれ、ナビゲーションメッシュがないの。せんとく。ほら、ここ。うん。テーブルで区切られてるでしょ？ AI で移動する人たちは、ここまで来れないの。こいつにも地雷判定食らせたらどうだったんだって。ところで、私に何かご用？同じ状況を打開する方法。そうね。一つだけあるわ。あなた、セーブデータのバックアップを残してなかった？うん。暇だったから、あなたのパソコンのデータ、覗かせてもらったの。いろんなファイルが見つかったわ。なんで簡単に見られちゃう？あなた、変態なのね。キモーい。そのバックアップデータをメンテナンスルームで復旧させれば、この状況を打開できるかもしれない。まずはメンテナンスルームのロックを解除しなければいけないわ。この学校のどこかに、ロック解除システムを記録したディスクがあるみたいなの。ディスクを見つけて、私のパソコンに転送してくれる？あとは、私のパソコン。今両方とももう揃ってますね。あれ？起きたことある？あれ？あれ？矢印くん捨てないから。あ、うん。あ、ワープだって。気持ちいい。いいの。気持ち矢印。あ、バックヤード。あ。あ、セント君の声。え？あのね、ホラー苦手な方にやらせてますから、それは僕も。あ、ちょっと遅れてるのか。そっかそっか。ホラー苦手ですよ。え、セント君ってホラー界隈で有名なの？な？え、そういう風に呼んでるだけです、勝手に。ホラー界隈とかではなく、ああいう見た目だからセント君って呼んでるだけです。セント君だよね。え、なんか気持ち悪いっすっていう。プールですね。誰かいた。誰かもわからん。あ、ワープ。
ああ。怖い怖い怖い。パラメーター。ライトさん？あ。ん？ワンリピがありますね。あ、じゃあやりましょう。待ってね。あ、やった？重複がいい。グラフィックボード。これか。すごい、これ、ロム CD-ROM です、ね。あ、ロム CD-ROM も破壊か。理科室で液体を、あ、そっか、まだ青い液体がないから。まだ青い液体が使ってないです。エナジードリンク。これか。ああ、その先進まなくていいんですか？ん？今のところの先に進まなくていいんですか？あ、まだ青い液体が。そうですよね。あるかもしれない。揃ってないので。エレベーターだ。エレベーターだ。うん。売ってませんでしたね。そこに置いとこうかな。マウスホイールのところを一回押してみて、全体像をちょっと見てみるといいかもしれないですね。で、行ってないところをちょっと行ってみて、青い液体を探してみるのですね。大体プールのところで分けられているので、プールから先、あ、プールの左のところまで行ってない。動かなかったー。よかったー。あれ？うちプールじゃないな。プールじゃない。プール。プール。なんか赤いんだけど、怖いんだけど、こっちかな、違うな、あれ、あ、こっちがプールか。失礼します。立ってる、堂々としている。失礼します。怖いです。やめてください。落ち込まないでください。外が明るいです。明るい。不気味、不気味ではある。ね。どうか。
さっきの CD ロムとかの壊れ方がぐしゃって感じ。看護師がマニキュア。ん？マニキュア？看護師がマニキュアしてきているっていう。確かにな。看護師さんってマニキュア禁止なんですか？あんまり気にしたこと、入院とかしたことないんですよね。あ、元気ですね。一回盲腸で入院して、あーって。足音がします。どうしよう。しようかな。許された。許されるんだ、それ。それ許されるんだ。それ許されるらしいです。でも足音がするんですよね。女子トイレに入らなかったから気づかなかったみたいなことかな。気にしないで進めるしかないですね。でしかない。あ、こんにちは、いらっしゃい。プログラム1番、嘘、マキナちゃんとあなたによるかけっこです。今日のためにマキナちゃんはたくさん練習をしてきました。元気いっぱい走ってもらいましょう。食パンだ。実況は私、中野がお送りさせていただきます。おい、運動会って何？あなた誰？頑張れ、マキナちゃん。マキナちゃん、早い早い。あ、ゲットした。あ、何かもうアイテムが持てない。マキナちゃん、食パンするしかない。しまいましたが、勝負はまだまだわかりません。ワープしたい。理科室わからない。理科室だよね。理科室で。マキナちゃん、すごいすごい。こんにちは。調合、これか。一生懸命逃げています。この液体、青い液体。メンテナンスルームでバイオポットに入れる。マキナちゃんは追いつくことができるでしょうか。メンテナンス、メンテナンスルームにまだ行ってなくないですかね。行ってない。行ってましたっけ、メンテナンスルーム。マキナちゃん、距離が開いています。とりあえず出るしかない。マキナちゃん、距離を離されてしまいました、ね、勝負はまだまだわかりません。あ、ここ来たことある。さん、元気してましたか。一生懸命逃げています。どうだろう。とりあえずワープモジュール使ってメンテナンスルームに行けるかと、うん、見てみたらどうですか。頑張れ、マキナちゃん。いけない。あ、いけない。それでは選手退場です。頑張った選手たちに盛大な拍手をお願いします。何あれ。あ、親友。親友だ。親友。データが破損して、お前もか。お前もなのか。
親友のところにちょっと置いておこうかな。え、親友仁王立ちで死んでる。死んでる。他の子はね、なんかこう倒れてるのに親友だけは立ちながら死んでいた。こっから来たから、ん？なんかね、こっちか。なんか矢印くんの上手い置き方を知りたいな。うわあ！矢印くんね、矢印くん基本的に、側から置いていくと上手い感じになります、ね。何側？そう。自分がこっちから、もうこっちから来たっていうか、行ってる方向から置いていくと、うん、スタート地点から。うんうんうん、そうすると迷わなくなりますね。あと、こっち行き止まりっていう方向だったら、こっちには何もないっていう意味で、うん、もうそっちにポンと置いておくか。え、あそこ写真撮ってください。マキナちゃんは、距離が開けば一旦追ってこなくなるって認識でいいのかな？あ、そうですね。そんな感じですね。ただ、距離が離れすぎると、いきなり通風口とかから来たりしますね。実は慣れてくるとマキナちゃんに疲れてる状態が一番安全地帯だったりします。え？あの避けるの簡単なんですよ。そこまで難しくないんですよ、マキナちゃんって。なるほど。追っかけてくるじゃないですか。はい。少し引き寄せてから、逃げると簡単に負けるんですよ。うん。操作がそんなに、この操作受け付けないっていう操作じゃないのであれば、うん。意外と、負けます。意外と負けます。マキナちゃんは。ちなみに、ここだったら場所的には、うん、多分プールを目指すの？プール目指して、プールの反、プール右側から来てるところだから、うん、やっぱそうだから、プール行って、うん、プール左側行った方がいいかな。え、なんか結構最初の方に戻ってきちゃったみたいで。ですね。こんな感じしますね。ね。あれして。あ、ハラオリさんいらっしゃい。どんどん地雷をセットされていきますね。なんだこれ？時間を与えると地雷をセット。あ、それは、マリオですね。マリオですよ、それは。ねえ、まあ。ちなみにそれを取っていくと現れます。よかった。やめといて。そうですね。ヤンデレちゃんから逃げるやつですね。逃げてます。そして、コラボ企画としてね、個人部位のさくらさんやさんとね、やっています。さくらさんやさんが操作して、僕は高笑いをしています。左かな？あ、そっちか。ああ、まだいる。あれは、いつ動くんだろう。
急に動かれて、あ、保険の時間とかで動くのかな。あー、なるほど。これ実は一番最初のところで読まなかった部分なんですけど、はいはい、ゲームが始まってすぐのところの部屋あるじゃないですか、教室。はいはいはい。教室？あそこの黒板に、うん、はいはいはい。そう、あそこの教室のところで、このね、時間の説明っていうのがあるんですよ。見逃しちゃった。見ればよかった。これさっきの。いるんだよ。攻略係だから。一人だとね、私多分このゲームできない。ぐーらー。あ、あれからはなるべく急いで逃げてください。なんか許された。あれはね、追尾してくるので結構厄介なんですよね。なんか、マキナちゃんみたいのいたけど、マキナちゃんなのかな？なんか、青いマキナちゃんいたんだけど、会ったことあります？あずまし。でも、多分人体模型勝つんだよな。卒業式は問われないし、校舎をぶち壊す。アマス時計と新刊、爆弾。ああ。目覚まし時計持ってないね。お。お。エナドリは。拾えない。エナドリは一時的に体力が上がるので、もうずっと走り続けるときに必要ですね。ガンボルトでよくね。今度ガンボルトやらせるか。いや、光源やらせよう。ホラーゲームはもう、年一ですよ。そんなやんない、そんなやんない。いや、ホラーじゃないんですよ。うん、えホラーじゃないんですよ。ただただ鬼畜なゲームなだけなんで。やだ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 。ゲームは、まったり楽しくやりましょう。USB 持ってない。まったり楽しく地区のだけなので大丈夫です。ちょっと心が折れそうになっちゃうだけかもしれないから。ダメですね。じゃあ基本はね、ノベルゲームやってる人なので、リスナーさんがね、安心して見れるものはねやらせていただいてるので、いらなさそう。持てないよ。パソコンの。ゲーマーにはないしかな。その先、うん、左側の方とかかな。まだね、行ってないとこだから。こっちかもしれない。どまり。ね、右に行くと屋上なので、あるかも。なんだろう、壁ドンの極意。壁ドンの極意、いっか、出ない。これ屋上なんですよ。おー、じゃあ行くか。こっちかな。レベルまで来ていた。
プログラム1番マキナちゃんとあなたによる結構です。あ、このタイミングで、このタイミングで。マキナちゃんはたくさん練習をしてきました。元気いっぱい走ってもらいましょう。実況は私、中野がお送りさせていただきます。このタイミングで、ね、来てしまいました。最悪ですね。マキナちゃん、早い早い。どうやって巻き返すか楽しみですね。もうあとメンテナンスルームだけですか、ね、ちゃん距離がメンテナンスルームがわかんないんですよ。でもプールの方は結構来たから。さっきの方に戻って、距離を離されてしまいましたが、勝負はまだまだわかりません。マキナちゃんは追いつくことができるでしょうか。あらね、そこのそっちじゃなくて反対側の T の字になってるところあるじゃないですか。マキナちゃん、あ、健闘をなしく、こっちじゃなくてマキナちゃんに追いつかれてしまいました。はい、ついてことですか。頑張れマキナちゃん。はい、そこは、あ、そっちじゃない、そのちょっと前。一生懸命逃げています。 T の字になってるところってなんもないです。そことか左側、左側。マキナちゃんは追いつくことができるでしょうか。マキナちゃんが追い上げてきました。それでは選手退場です。頑張った選手たちに盛大な拍手をお願いします。一応携帯電話持ってれば完全無効にはできます。マキナちゃんだけは1回だけ。完全なんですか。無効ですね。ダメージ無効にできます。あー、わい、これ欲しかったのみたいな感じで。あ、取りに行ってみよう。ここにいたのね。携帯電話を整備するんだ。行きたかったの。こっちだ。なんかそこの、うん、入ってない。そこ入って、そうそう、その先に気がするんですけどね。入ってないから。しようしょ。交換のデータの保存場所、屋上のもう空いてるでしょう、その先に来る。ゲームデータがスルッという事態に、うん、空いてますね。あ、なにこれ、デバッグルーム。店内機体をセットできそうだ。これか。これは？そうですね。あそこ。え？なんか脳溶けちゃったんだけど。ゲームクリアおめでとう。え？気づかなかった？ミッションは私がゲームをハッキングして指示を出してた。あ、そういうこと？これで君の脳波の本体は完全に切り離される。主人公の脳波ってこと？君もゲームの中のキャラクターの一人になる。この世界で永遠に愛し合いましょう。あー、なるほどね。
そうです。なるほどね。あ、ゼロだって。39分です。39分。ああ。疲れた。さすがに早くないですか？早い？さすがに、これ一本でちょっと物足りないでしょう。あ、でも、1エンド的にはどうですか？こんなもん。一つのエンド。雑談もあるだと思いますね。神様がいるのなら早く爪元を知れ。 RTA じゃないんだよな。 RTA レベル？本当？ RTA レベルではないな。よかった。どうやって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